第81回ベネチア国際映画祭のアウトオブコンペティション部門特別招待作品に選出された北野武監督の最新作ブロークンレイジアマゾンプライムビデオで2025年世界配信ナムイ日日本時間7日に世界初上映された日本の動画配信作品が同映画祭に出品されるのは史上初の快挙北野監督は1997年の 花火で金獅師匠、グランプリに輝くなど同映画サイト縁が深く、現地での知名度は抜群だ。公式上映が行われたメイン会場には、世界の北野の新作を待つ映画ファンが押し寄せ、1032席が埋め尽くされた。暴力映画におけるお笑い、おテーマに北野監督が脚本、主演も務めた意欲作。上映中は笑いと拍手が起こり、ファンが大喜び。 上映後には、熱狂に包まれた観客からは惜しみない拍手と歓声が送られ、盛大なスタンディングオベーションに。6分を過ぎたところで、北野監督が照れくさそうに静止した。北野監督は温かい反応にほっとした様子。ベネチア国際映画祭には何度も来ているけど、今回はその中でもトップ3に入るほど反応が良かった。花火、の時よりもスタンディングオベーションは長くて、 一番良かったなと思いますブロークン・レイジはあまりにも映画らしくない冒険した作品なので大丈夫かなと思ったけど反応がすごく良かったと喜んだベネチア国際映画祭は映画では無名だった部にグランプリをくれたので自分たちが育てたという感覚を持ってくれてるんじゃないと歩んできた足跡にも触れて感慨深げベネチアでグランプリを取っても あまり進化のないことをやっていたらファンに飽きられちゃうから、またチャレンジしてるところを見せないと。一本一本、ベネチアのファンがこの映画を見たらどう思うか。ということも意識しながら作ってます、と思いを明かした。